今日はありがとうございました。皆様も最前線で、活躍しているご様子を聞いて大変力強く感じました。副校長では今年から副校長が直接採用して各市町村に応援隊を派遣する、こういう取り組みを始めました。特に海外青年協力隊の皆さんたくさん参加していただいて、そして国家公務員 OB の皆さん、自治体 OB の皆さん、それぞれの専門的な知識ノウハウを被災地の復興に注いでいただいている、本当に心から感謝を申し上げます。で、今現時点で126名になりました。で、今日は皆さんがそれぞれ活躍している現場の声を聞きたいということでお集まりいただきました。今日の、紹介される話にはいろいろありました。一番大事なのは復興、これは現場の声を吸い上げて政策に反映して、で、復興庁が中心になって司令塔機能強化で各省庁の政策を動かす、現場主義と司令塔機能の強化、これを私が信条として取り組んでおります。で、今ただいま話を聞かせていただいて、大きく分けると3つの分野から話を聞きましたけど、用地取りの問題、これ本当に大変な問題で、我々もいかにして用地取得を迅速に進めるか、さまざまな制度の運用改善改革、これをやってきました。ですから大体私も話を聞くといろいろ感じるようになりますが、用地取得これから道を持って促進するようにやりたいと思いますし、あと設計ですよね。やっぱり用地取得の前に設計が遅れてると、なかなか用地取得に入らない。それなんで私も設計が非常に大事だなと思ってましたけど、用地取得と設計業務を平行的にやる、ぜひ頑張っていただきたいと思います。それから新しい東北という切り口で、さまざまな東北もこれからの目を広げて、で、新しい東北を作っていこうと、今新しい東北にも我々取り組んでいます。で、その意味で観光教育とかネイチャーセンターとか、三陸地方国立公園も動き出しますから、この部分が新しい東北を作り上げるというつもりで頑張ってもらいたいと思います。それから地域包括ケア、あれ石巻がいいモデルですから、多職種連携で、それで今も中年女性が一番元気がないと聞いて、なるほどそうかと思いましたけど、そういうきめ細かな対応していただいて、石巻で地域包括ケアの先進モデルをぜひ見ていただきたいと思います。それから女性と放射線の問題、これは福島特有の問題で、非常に私も心を痛めているんですが、女性もいかにしてスピーディーになれるか、あるいは放射線の問題で非常に不安を感じている方々もおられるので、一人一人丁寧に、あるいは小グループでリスクコミュニケーションになっていただくということも非常に大事なので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。それぞれの皆様が着実に復興を進める力になっている、大変力強いと感じましたし、何よりも皆さんの熱い思いを感じました。これからも今日大変いい機会をいただきましたが、皆様には大変ご苦労のお仕事ですが、ぜひこれからも頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。